はい、皆さんこんにちは。お待たせしました。今日はお待ちかねのキムチ鍋でございます。寒くなってきて鍋が食べたくなる季節ですよね。今日はキムチ鍋いきます。じゃあまず材料を見てみましょう。はい、ここ煮干しで出汁を取ってください。今日そうですね、4人前ですけれども、煮干し 250g 使いました。で、水は1リットルです。はい、次こちら豚肉、バラ肉、今日は 240g、 ちょっと多めに入れます。豚肉大好きなんで。次はニンニク2個、あと生姜1切れ、あとえのき1パック、ネギ1本、キムチはこちら 1.2 キロ入ってるんですけれども 500グラム 使います。あとサラダ油とごま油と塩コショウ、あと最後に隠し味マーガリンを使います。ツナ、皆さんお家にツナ缶ありますよね。ちょっと待ってください。こちらキムチ鍋ツナ缶でも作れます。韓国の人よくツナ缶でよく作るんですけれども、私は豚肉が大好きなのでキムチ鍋はやっぱり豚ですよ。豚、これを今日たっぷり入れて作りたいと思います。はい、フライパンにサラダ油を少し入れて温めて、で、温まったらお肉を入れます。はい、肉を入れました。で、肉を焼くときにですね、キムチと一緒にこう炒める方も見えますけれども、まあそれでもいいんですけど、キムチって赤いじゃないですか。肉も赤いんで、焼けてんだかどうだかなんかわからなくなってしまうんですよ、キムチと一緒に炒めると。なので私は別々で今日炒めていきます。はい、肉がいい感じに焼けてきました。で、きつね色になったらですね、こちらさっき肉が入ってたパックなんですけれども、この上にキッチンペーパーを2枚敷いて、ここに私は肉をいつも入れます。こうすると油も取れますし、お皿洗いもちょっと1枚お皿洗わなくても済むので、肉をこちらに入れていきたいと思います。はい、こちら見えますか。これはですね、ニンニクを潰すやつなんですけれども、韓国で買ってきました。結構プラスチックなので軽いですし、簡単にニンニク潰せるので買ってきてよかったと思っています。ニンニクを2つ入れます。これでトン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 やっていけば潰せます。はい、次はこの生姜をまたすり鉢の中に入れてトントンします。はい、こちらがニンニク、こちらが生姜、潰したものになります。はい、こちらのボウルにキムチを 500g 入れました。ここに味付けをしていくんですけれども、先ほど潰した生姜、あと、ニンニク、次、塩少々入れました。次、こちら胡椒なんですけれども、これ両手で回さなきゃいけないので、ちょっと一回切って胡椒入れますね。皆さん、この黒いつぶつぶ見えますか？これ胡椒です。今入れました。胡椒も塩と同じぐらいの量でいいと思います。好みで調節してください。で、こちらを混ぜておきます。はい、次は温めといたフライパンにキムチを入れました。さっきお肉焼いてたんで油がちょっと残ってまして、油追加せずにキムチ入れちゃいました。で、今から炒めていくんですけれども、強火で炒めちゃうとなんかこういう壁とかにね、赤い汁がめちゃくちゃ飛ぶので、
ちょっとまあ中火ぐらいでゆっくり炒めていきます。あんまり短時間炒めると、あんまり美味しくないので、しっかり焼いた方がいいです。はい、皆さん見えますか？汁がほとんどなくなるぐらいしっかりこうやって炒めてください。はい、先ほど取っただしを鍋に入れました。で、ちょっと温かくなってきたらキムチと肉を入れていきます。さっき炒めたキムチ入ります。炒めるとすごい美味しい。あ、そう。生のやつ入れない。油で炒めるの？そう、油で、サラダ油で炒めます。次、お肉もさっき豚肉炒めといたんで、それを入れます。炒めたやつ。そう豚バラ、豚肉です。豚バラ、一緒に炒める人もいるんだけど、色が一緒だから、キムチの色で赤くなって焼けてんだかどうだかわからなくなるから別々で炒めました、で、キムチしっかり炒めた方がいいです。あ、しっかり炒めた、しっかり炒めた方がいいです。10分ぐらい。10分、結構長いね。かなり汁なくなるまでしっかり炒めてください。そうすると濃厚で美味しいです。かけるね。すごいね。で、肉まだ、私豚肉ね、いっぱい入れた方が好きだもんで、いい出汁も出るしね。肉もどっさり入れて。これは何？バラじゃん。バラ。先ほど言いましたよ、豚バラ。えのき。きのこの中ではえのきが一番合うかと思います。で、きのこね、買って洗う人いるけど、洗わないで少し拭くぐらいでいいです。その方が風味が残って、美味しいんで。きのこはもうガシガシ洗わない。ガシガシやつ、私も洗っちゃう。なんかプロはそうやってやっとった、テレビで見たら。プロは洗わない、拭く、軽く拭く。で、ちょっと沸いてきたら豆腐とネギを入れていきたいと思います。 OK。 はい、じゃあ沸騰してきたので、今から豆腐とネギを入れます。美味しそう。豆腐をあと2個入れたらおしまいにします。あとネギ入ります。よし、おばあちゃんの畑で採れたネギ。あ、そうなんや。で、最後の味付けはこちら、塩でやります。ちょっと味見をね、今どんな感じかちょっと味見をしたいと思います。エビちゃん、ちょっと味見してみて。はい。美味しい。美味しい。美味しそう。本当だ。さっぱりしてるね。マジ、私一口美味しい。出汁が効いとるわ、やっぱり。ほんまや。出汁は、出汁は何で取ったんですか？煮干しです。じゃあ、ちょっと塩分が足りないので、もう少し塩入れていきます。塩入れて、胡椒入れましょうか、どうしましょうか。入れてください。入れましょうか。胡椒、胡椒も入れて、最後隠し味、じゃじゃじゃーん、マーガリンです。で、辛いの苦手な方はマーガリンを大さじ1ぐらい入れるとマイルドになりますし、コクも出ます。なので、こちら入れていきますね。